百三十七丁目、シティカレッジ駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ブロードウェイマイナス七番街線の駅で、ある。マンハッタンクハーレムとハミルトンハイツにまたがる、ブロードウェイと、西百三十七丁目の交差点に位置し、一系統が、終日停車する。入り口階段駅は1九百四年十月二十七日、マンハッタン本線のシティホール駅から百四十五丁目駅間が、 開通した際に開業した。1948年4月6日、103丁目駅、ダイクマンストリート駅間の各駅で、ホーム有効長の延長が行われた。以前は6両編成までの入線に対応していたが、延長工事により10両編成の列車の入線に対応できるようになった。ただし、二十五丁目駅のみ二ヶ月後の百四十八年六月十一日に、 延長が行われている。1981年、または地下鉄内で最も老朽化した69駅の中に当駅を上げている。2007年1月2日、当時19歳の大学生、カレマー・ホロ・ピーターが発作のため線路上に転落した。しかし、転落に気づいた建設作業員、ウェスリー・オートリーが自らの命を顧みずに学生を救助。 両者共に列車に惹かれることなく無事にホーム上に戻った。この勇気ある行動を称えて、大鳥居には数々の賞と賞金、また大鳥居の二人の娘には奨学金が与えられた。モザイクを用いた駅名表駅名表上部のカルトゥーシュ駅は相対式ホーム2面と観光船2線、急行線1線を有した2面3線の地下駅で急行線を走行する定期列車はない。 駅の北側には137丁目車両基地があり、本線を挟んで東側に留置線2線、西側に留置線3線の計5線がある。このため朝ラッシ主事の一部歩行列車は当駅止まりで、到着後階層となり、車両基地で留置される。駅の南側では、線路は一度地上へ上がりブロードウェイマイナス7番街、仙台クマンストリート駅なんで、 唯一の高開駅である125丁目駅に入り、再び線路は近い、もぐり116丁目コロンビア大学駅に入る。2005年5月27日に旧系統が廃止されるまで、当駅は7番街線内千鳥停車区間における最南端の駅であった。当駅より北側では1系統と9系統が千鳥停車を行うため、 一系統の停車する駅に行きたい9系統の乗客、あるいはその逆の乗客は当駅にて乗り換えを行っていた。駅には南北ホームで独立して以下の出入り口が存在する。改札内で両ホーム間は行き来できないため注意が必要。駅は2008年のテレビドラマニューアムステルダムの多くのシーンで登場しているが、撮影自体はグランドセントラル駅。 シャトルホームにて行われている。ありがとうございます。